ヘブライの館通雨、ザヘクサゴン、総合案内所。メインメニュー案内図。屋上。休憩室。ユダヤジョークを紹介しています。フロア7。宇宙研究室。ヘルメス思想やカバラなど、宇宙思想を探求。フロア6。戦争研究室。十字軍やホロコーストや、ナチスの亡霊などを追求。フロア5。秘密結社研究室。宗教騎士団やメイソンなど謎の結社を探求。フロア4。東欧ユダヤ研究室。ハザールやロシア、東欧、アメリカのユダヤ人を探求。フロア3。古代ヘブライ研究室。古代ヘブライ人の活躍や日ユダ、東、スロなどを探求。フロア2。第2国際問題研究室。アメリカの世界戦略と巨大利権構造の実態を追求。フロア1。第1国際問題研究室。ユダヤ問題と中東問題の実態を追求。東欧ユダヤ研究室。ハザール王国の謎。ロシアのユダヤ人。アメリカのユダヤ人。アメリカのユダヤ人。アメリカのユダヤ人社会は、主にロシアからの東欧ユダヤ移民の流入によって大きく発展しました。もちろん、そこには光と影の歴史がありました。このアメリカユダヤ人社会の光と影の歴史について触れていきたいと思います。ユダヤ人のアメリカ移住史。ユダヤ移民の5つの波。アメリカビジネス界のユダヤ人の実態。ワスプとユダヤ。新イスラエル組織。特別編。石油王。ドクターハマー。米ソ貿易で距離を得たユダヤ大富豪。暗黒街のユダヤ紳士たち。ユダギャングの実態。ラビメヤカーネ。ユダヤのヒトラーと呼ばれた男。おまけ情報、シオニズムを批判するユダヤ人たち。上海と満州のユダヤ難民。ユダヤ難民を保護した日本。原爆ホロコースト。日本に圧力をかけるシオニスト組織 SWC。 おまけ情報2、ロックフェラー対ロスチャイルド。日本人に謝りたい。あるユダヤ長老の懺悔。インドと中国のユダヤ人。キッシンジャー博士。ロッキード事件の舞台裏。作成。1998年1月。日本人に謝りたい。あるユダヤ長老の懺悔。ユダヤ長老が明かす戦後病理の現像。あるユダヤ人が天皇と日本について語った文がある。彼の名はモルデカイ・モーゼ。戦時中にルーズベルト大統領のブレーンとして日本を研究し、戦後の対日処理立案 GHQ 政策にも加わったという。彼は日本人に謝りたいという極めて異例な内容を含んだ本を残している。彼はこの本の中で共産主義はユダヤ人が作り出したものだ。と言明し、日本を揺るがした美濃部辰吉の天皇機関説も
ユダヤ人ゲオルグ・エリネックによる国家機能弱体化運動の一環であったとか、宮本共産党委員長を育てたのも、ユダヤのラビ、ユダヤ教指導者、だったとの衝撃的な事柄を記述しているが、その上で、このユダヤの長老、モルデカイ・モーゼは、実はユダヤ人は日本を誤解していた。日本こそユダヤの永遠の理想があると言い切り、日本人に謝りたいと語っているのである。日本人に謝りたい。モルデカイ・モーゼ、著。日新報道、1979年出版。著者の紹介、モルデカイ・モーゼ。1907年、ウクライナのオデッサ生まれ。父親は哲学者で革命家、ロシア革命では指導的役割を果たした。レーニン没後、ソ連におけるユダヤ権力の将来に見切りをつけた父親と共に、ワイマール体制下のドイツへ亡命。父親は、美濃部辰吉博士に、天皇機関説を吹き込んだゲオルグ・エリネックと親しかった。ベルリン大学で政治学、哲学を専攻後、国際連盟労働局で極東問題を担当。独ソ不可侵条約が結ばれるや、いち早くその本質がユダヤ勢力の抑圧にあることを看破し、ハルビンを経て上海に亡命。サスーン財閥の顧問となり、日本の国体、神道、軍事力の研究に従事。1941年、米国へ亡命、ルーズベルトのブレーントラストとして活躍。1943年頃から、対日戦後処理の立案にも参画した。戦後十数回来日、現在は日本研究を楽しみに余生を送っているという。下のファイルは、この本の重要だと思われる部分を抜粋したものです。内容の判断は各自に任せます。あくまでも参考程度にご覧になってください。各イメージ画像は当館が独自に追加。日本人に謝りたい。あるユダヤ長老の懺悔。第一章、戦前の日本に体現されていたユダヤの理想。第二章、二元論的思考法、典型的なユダヤ的思考パターン。第三章、日本人の知らない東京サイバーの本質。第4章、日本国憲法はワイマール憲法の丸写し。第5章、共産主義はユダヤ人が作った。第6章、GHQ のニューディーラーの戦後処理計画の秘密。この本についての補足説明。この日本人に謝りたい日新報道は、今から約20年前の1979年に出版された本である。随分古い本であるが、核心をついた鋭い指摘をしている箇所があり、面白い内容の本だと思う。特にマルクス主義とニューディーラーとユダヤ人の関係について詳しく説明されているので参考になる。しかし、ところどころ疑問に思う部分があり、困惑させられるのも事実である。また、この本の著者自身、本当に実在するユダヤ長老なのかどうかも確認できておらず、未だに当館はこの本に書かれている内容がどこまで正しいのか明確な判断が下せない状態である。追記。この後、当館に寄せられた情報によると、このユダヤ長老は実在する人物のようである。とりあえず、この本の重要だと思われる部分を抜粋して参考データとしてこのページに保管しておきたい。内容の判断は各自に任せます。あくまでも参考程度にご覧になってください。第一章、戦前の日本に体現されていたユダヤの理想。戦後すぐに30数年を経た今日、日本人は真の日本歴史を構築してきたという実感を全然感じないとよくおっしゃる。私にはその意味がよくわかるような気がするのである。それの意味するところは、経済の驚異的高度成長に反比例する精神面の退化現象と、この二者に見る波行性、中波行とは、びっこを引くこと、のことではないだろうか。戦後は虚妄だと言われて久しい。私がここで考えることは、何よりもこの波行性の現像を日本人はまだ掴んでいないのではないかということである。この病理のルーツがわからないと、治療法も発見できないのは至極当然であろう。日本をこよなく愛する私としては、この問題を解明して日本人が真の日本歴史を生き生きと構築できるよう、
側面から及ばずながらお助けしなければならないという強い義務感、責任感に襲われるのである。なぜか。それはこれら病巣のルーツがほとんど誤れるユダヤ的思考の所産であるからに他ならないからである。我々は信じがたいほど頭が悪かったのだ。もともと我々が犯した過ちはごく単純そのものの過ちだったのだ。しかるに、この小さな過ちの及ぼした影響は想像以上に大きかった。それは戦前まで日本が世界に完絶した類まれれのものとして誇っていた数々のものを破壊してしまう結果となったのであった。このことを知るに及んで我々の心は痛むのである。しかも、その日本が戦前持っていた類まれな長所というものが我々ユダヤ民族の理想の具現化されたものでもあったことを知り、ますます我々の苦悩は倍化されるのである。我々ユダヤ民族は西洋人にない高尚な理想を常に頭に描いていたのである。しかし日本の皆様もご存知のようにユダヤ民族は長い長い迫害の悲しい歴史の中ではこれら理想を具現化する余裕など全くなく、ただどうして生命の安全を全うするかということに心血を注ぐのが精一杯であった。第二次大戦終結までは我々の解放のための戦いは絶えず続いていたのであり、そのような理想を追求する余裕は残念ながらなかったのであった。しかるに第二次大戦後、日本が占領政策の結果、大幅に改革された結果、初めて戦前の日本に我々の理想とするものが多々実在したことを発見したのであった。これは我々にとって大きな驚きであった。最近、日本でいろいろ比較文化論的にユダヤ人と日本人の対比した論調が出回っているようであるが、それらはいずれも啓蒙も不白なものばかりのようである。もっとも、それらは若い同胞やユダヤ人の仮面をかぶった日本人の書いたものであるから、その程度のレベルにとどまっているのもむしろ当然かもしれない。例えば、イザヤ・ベンダさん、山本七平氏もその一人かもしれない。彼は、日本の戦後史の非連続性を嘆くかのごときポーズをとり、日本人の小善人的な性質をくすぐり、日本の病理は指摘しつつも、我々の犯した過誤に放かぶりしようとしている。しかし、日本の戦後史は、我々ユダヤ人が過去の過ちを真摯な態度で告白しなければ、解明できない性質のものなのである。私は、今後末永く日本人と、親しく友好関係を保たせていただきたいと心から願うものとして、日本の戦後の歴史的非連続性、言い換えればなぜ戦前の理想的な数々の長所が失われたのか、そのために誠の日本歴史の構築を阻まれている日本人の深い苦悩からの脱出をお助けするために、これら病巣のルーツを解明する作業を進めたいと思うのである。それはまた同時に、将来、我々ユダヤ民族の理想を追求するときにも、再び大きな助けとなるであろうと信ずるからである。ハーマン・カーンの21世紀は日本の世紀、最近のエズラ・ボーゲルのジャパン・アズ・ナンバーワン、などは、中心よりの親日的な論調であることは、日本の皆様もご理解願えると思う。しかし、私に言わせれば、これらの前にどうしてもしておかなければならない大切なことがあるのである。それを飛ばして今後の日遊親善はありえないと思うのである。もしユダヤ人が最も大切なことに放かぶりしたままで日遊親善を求めるなら、それは間違いなく失敗に終わるであろう。私は今後の末永き日遊親善のためこの筆を取ったのである。この石膏がささやかな日遊親善の礎となれば妨害の喜びである。ユダヤ人こそ日本人から学ばねばならない。日本における近頃のユダヤブームの特徴は、比較文化論的にユダヤ人と日本人を二元論的思考で対置し、大抵の場合、ユダヤ人は頭がいい民族である、日本人も学んだらどうかというパターンのようである。そこでは、ユダヤ人がさも自慢げに、タルムード、その他の法典から都合のいいものを抜き出して得意善として公説を打つというパターンが多いようである。これに対して日本人は、お説ごもっともと、慎んで拝聴しているが如くである。この光景を見ていると、ユダヤ人が先生であり日本人は常に生徒ということのようである。
また同時に文化的、歴史的、思考的、感覚的特徴を二元論的に対峙して比較するほとんどのケースはユダヤ的なものを主役としているようである。私から見た場合、日本にいる若いユダヤ人が以上のようなことで得意前となっているのであれば、我がユダヤ民族の将来も決して明るいものではないという気がする。と同時に、黙って拝聴している日本人の謙虚深さにむしろ敬意を表さなければならないと思う。私は逆に、ユダヤ人こそ日本人から真に多くのものを学び取らねばならないのだということを若いユダヤ人に教える義務があると信ずるものである。日本にいていろいろと著作その他で活躍しているユダヤ人は戦後の日本しか知らないのである。しかし、まことの日本の世界に冠たる長所は、残念ながら戦後の日本にはもはやないのである。ということは、戦前までの日本には存在したということである。この事実を全く知らずに、若いユダヤ人たちは日本でさも得意顔で日本のウィークポイントと思われることをやり玉に挙げて優越感に浸っている。私が悲しむのは、これら若い世代のユダヤ人たちが自分たちユダヤ人の理想とするものが何であるかさえ知らないということだ。そのような状態であるから、彼らは自分たちユダヤ人の真の理想とするものが戦前の日本にあったということなど全く知る由もない。日本人が黙って君たち若いユダヤ人の脳書きを拝聴している理由が分かったことであろう。全く問題にしていないのである。反論するにも値しないということだ。ただ例外は、日本にしばらくいたことのあるラビのマービント・ケイヤーであろう。彼は日本人は死んだという本を表し、それは日本でベストセラーになったものであるが、この中でトケイヤーはユダヤ人の真に理想とするものが戦前の日本には多々あったとし、それが戦後全く失われてしまったのを非常に悔やんでいるのである。一人よがりの橋梁を振り回して、あたかも日本人にものを教えてやってるんだと盲信して得意前としている同胞の若者の多い中で、このトケイヤー君はさすがラビだけあって急所をついている。こういう同胞を私は誇りに思う。ラビ・マービント・ケイヤー。1936年にハンガリー系ユダヤ人の家庭に生まれる。1962年にユダヤ神学校でラビの資格を取得。1967年に東京・広尾の日本ユダヤ教団の初代ラビに就任。1976年まで日本に滞在し、ユダヤ人と日本人の比較文化論を発表。早稲田大学で古代ヘブライ文化を教えたこともある。アメリカに帰国後、ユダヤ人学校の校長を歴任。現在ニューヨーク在住。日本でいろいろ脳書きを垂れている同胞の若い連中の恥知らずの愚行に対して、ユダヤ人として一言弁護させてもらえるなら、彼らは例えばタルムードの内容についても全てを知らない。彼らが日本で書きまくっているユダヤ的思考法、タルムードの宝石などなどで、彼らがあまりにも多くのミスを気がつかずに過ごしていることには、実は我々長老にその責任の全てがあると言ってよいかもしれない。戦後生まれのユダヤ人はタルムードの思想といっても、その最も寛容な部分を教えられていない。それはタブーとされているからである。彼らは従って真のユダヤの理想というもの、それはおそらく人類の理想でもあるだろうが、を全く教えられていないのである。このような同胞の若者が日本に戦前あった素晴らしいものを感知するわけがない。尊敬する日本の皆さん、私はユダヤ人の長老として、これら若造の犯している恥知らずな次元の低い誤りをお詫びすると同時に、我々ユダヤ人が犯したところの大きな誤り、第二次大戦終結直後の日本人の精神的空白につけ込んで、我々が持ち込んだところの諸々の誤れる思想について、その過去の原因及び内容的、非論理性、反心理性について詳しく分析し、それがいかに日本人にとって有害なものであるかということを実証してみたいと思う。もちろん、この問題から見ると、同胞の若造どもの無知から来る誤りなどは、ものの数ではないのだが、これによって一日も早く、尊敬する日本人が、戦前あった、世界に惨たる民族的長所を復活させていただきたいのである。なぜならば、それが、すなわち我々ユダヤ人の理想でもあるのだから。
天皇制は古代からユダヤ民族の理想だった。日本民族の持つ最大の財産は天皇制である。これは全く世界に類例のない偉大なものであり、人類の理想とするものである。18世紀フランスの思想家、ジャン・ジャック・ルソー。かつてユダヤ人の大思想家でフランス革命に大きな思想的影響を与えたジャン・ジャック・ルソーは、かの有名な社会契約論で次のごときことを言っている。人、もし、随意に祖国を選ぶというなら、君主と人民の間に利害関係の対立のない国を選ぶ。自分は君民共治を理想とするが、そのようなものが地上に存在するはずもないだろう。したがって自分はやむを得ず民主主義を選ぶのである。ここで言う君民共治というのは、君主が決して国民大衆に対して搾取者の位置にあることなく、したがって国民大衆も君主から搾取されることのない政治体制のことである。ところがここで驚いたのは、日本人にこの話をすると、皆不思議そうな顔で、キョトンとする。私は最初その意味が全くわからなかった。しかし、だんだんその意味がわかってきた。日本の天皇制にはそのような搾取者と非搾取者の関係が存在しないということを私が知らされたからである。今度は私の方が驚かされた。日本人のためにちょっと説明しておくと、欧州でも、また最近追放されたイランの王室でも、君主は皆国民大衆に対しては搾取者の地位にあるものである。したがって、亡命するときは財産を持って高飛びする。これが常識である。だが、日本人の知っている限り、このようなことは君主制というものの概念の中には全く存在しないのである。しかるに、ユダヤ人ルソーの思想は搾取、非搾取の関係にない君主制を求めているわけである。これは確かに理想である。しかし残念ながら、ルソーはそのようなものが実在できるはずもないからやむを得ず民主主義を選ぶというものである。私がルソーの時代に生きていたならば、ルソーにこう言ったであろう。直ちに書きかけの社会契約論など破り捨て、速やかに東洋の偉大な君主国へ発散せよと。ここで非常に重要なことをルソーは言っているのである。今日本で絶対の善玉の神として一切の批判をタブー化されている民主主義というものは、ルソーによれば君民共治の代替物に過ぎないということである。私が日本人を最高に尊敬するようになったのも、この天皇制というものの比類ない本質を知ったからである。日本では戦前、比類なき国体という言葉があった。またポツダム宣言受諾の際にも、この国体の誤字という点が一番問題になったのである。これは真に賢明なことであった。この日本の天皇制はユダヤ思想の理想であったことは、ルソーの言葉でもわかるが、他にもあるユダヤ人の言った言葉に次のようなものがある。我がユダヤの王は目に見えない護衛だけで守られる。我らの王は威厳に満ちて、その権力を行使するのは人民の幸福のためにだけであり、決して王自身や王朝一族のためにこれを用いることはない。かくして王への尊敬と威厳は嫌が上にも高まり、人民に崇拝され敬愛されるのである。そのため王は神格化されるだろうが、それはひとえに王の権威が人民に安らぎと幸福を保障するコーディネーターの役を果たすからに他ならない。断っておくが、これは日本の天皇制の描写ではない。ユダヤ民族の理想の表現なのである。これを見てもお分かりと思うが、ユダヤ人はルソーのあったごとく、国民との利害関係を持たない君主が理想なのである。私が日本の天皇制の本質を知った時の驚きがいかなるものであったかは、推して知られたい。地球上にユダヤ民族の理想が実在したのである。一般のヨーロッパ人は、とてもこのような素晴らしいものを作ることはできないであろう。我々ユダヤ民族も残念ながら未だ作ってはいないのであるが、しかしそれが素晴らしい理想であるということを知っているだけでも、日本人に近くヨーロッパ人よりも優れていることを日本人に認めていただければ無上の光栄である。一般にユダヤ人が天皇制の類稀な点を発見したのは、戦後の天皇とマッカーサーの会見の時であった。かといってユダヤ人全部が知ったわけではない。今、日本で
勝手気ままにペンを走らせている若造たちは、もとより、こんなところまで知っているわけではない。それでは、ユダヤ人が初めて天皇制の類稀な世界に、三たる本質、我々ユダヤ民族の理想である要素を完全に我々に教えてくれた、天皇とマッカーサーの会見の時の様子を述べてみよう。世界に類例のない君民共治。天皇は開国一番、自分のことはどうなってもいいから国民を救ってほしいと切り出したとき、マッカーサーは驚天線ばかりであった。この席にルソーが同席していなかったのが誠に残念であるが、西洋の君主というものはそれこそマルクスの言う支配者、搾取者である。一般大衆は非支配者、非搾取者に甘んじなければならない。西洋の君主は大衆から収奪した莫大な財産を持っている。戦後、GHQ が天皇の資産16億円と発表したとき、日本人は巨トンとしていた。つまり、GHQ は西洋の君主並みに日本の天皇も収奪した財産を持っているはずであると考えたから、それを直ちに国民の前に見せつけたわけであろう。ところが、これを聞かされた日本人は一様に、そういう感覚の持ち主もいるのかと内心驚いたということである。しかし、西洋の常識としては、これはキーでも何でもなく、至極当然なことだったのである。かような西洋の君主は、いざ革命、戦争、政変などのあった場合は、直ちに自己の生命の保障と財産の保全を求めて亡命などを図るのを常とする。従って、マッカーサーも最初天皇が訪問の希望を述べたとき、非常に厳しい顔をしていたという。言ってみれば、それは当然のことであろう。日本の天皇もいよいよ生命の保障と財産の保全のためどこか適当な亡命先の斡旋を懇願に来るのであろうとマッカーサーが考えたのも無理からぬ話であろう。しかるに前述のごとく、天皇は開国一番、自己の生命や財産の保障ではなく、国民の財産や生命の保障を求めたのであった。国民を質入れして自己の保身を図る西洋の君主とは逆に、自己を質入れして国民の救済を求めたということである。マッカーサーたる者、すべからくルソーに対して自分が味わった感激を報告すべきであろう。戦後の占領改革にもかかわらず、天皇制が存続できたことは、私の最も喜びとするところである。これはひとえに、当時 GHQ を牛耳っていたニューディール派、つまりユダヤ勢力が天皇制に自己の民族の理想を見出したからに他ならないのである。日本国憲法は後で詳しく述べるごとく、ユダヤ人がユダヤ思想に基づいて作った作品であるが、その憲法の冒頭に天皇の子を設けたのはこのためである。なぜ欧州では君主を輸入したのか。万世一系の天皇との違い。万世一系の天皇をいただく日本人は幸せである。この万世一系の天皇はいかなる意味を持つとお考えであろうか。この点では、ユダヤ人が、灼熱ながら、日本人に少々参考になる意見をお聞かせできるかもしれない。日本人からすると、万世一系の天皇と言ってもピンとこないかもしれない。他にどんな天皇があるのかと反問されるであろう。だから日本人は幸せだと思うのである。なぜか、ヨーロッパの王朝というものは皆混血王朝である。歴史上、しょっちゅう外国から国王や王女を輸入した。しかも王朝の権力が強くなればなるほど、外国からますます輸入するようになる。なぜか、王朝の権力を弱める必要からである。国内から昇格させようとすると当然争いが起こり、国内が乱れるのでまずい。その点、外国からの輸入君主は当たり障りが少なく、しかも飾り物なので、最も有効な方法ということになる。こんな話をすると、日本人は全くお話にならんと思われるかもしれない。まさにそうなのである。私が万世一系の天皇を持つ日本人は最高に幸せですと言った意味が、これでお分かりいただけたことと思う。しかし、ではなぜに王朝の権力が国民がいぶかるほど強くなるのか。また、王朝の権力が強くなることはどうして悪いことなのかと疑問をお持ちのことと思う。ここでもう一度、我らの大思想家、
ジャン・ジャック・ルソーの言葉を思い出していただければ幸いである。ルソーは、我、もし随意に祖国を選べと言われれば、君主と国民との間に利害関係の対立もない国を選ぶ。しかし現実にそのような国があろうはずもないから、やむを得ずその代替物として民主主義国を選ぶと言っている。ここに全てが盛られている。ヨーロッパの王朝では常に君主と国民の利害が対立している。しかるに、日本の天皇制には決して利害関係の対立などない。仁徳天皇の民のかまどに立つ煙の孤児を引き合いに出すまでもなく、また前述の天皇とマッカーサーの会見時の模様を説明するまでもなく、利害関係の対立は全くないのである。これこそ、君民共治の完璧な見本である。このような天皇制では、常に天皇と国民の間には強固な理性的バランスが取れているのである。人間精神の最も高尚なものが両者を結んでいるのである。そこには物質的欲得など、微塵も入り込む隙はない。なんと素晴らしいことであろうか。このような国で、何の必要があって天皇を外国のものと取り替える必要があろうか。ユダヤ人は理想の言を待つまでもなく、長年このような君主制を夢に描いてきたのである。しかし祖国を持たない我がユダヤ人は王をいただくこともできなかったのである。わずかにユダヤ教を携帯祖国として持ち、これによって民族の連帯と発展を推し進めてきたのである。キリスト教国ではこのような高尚な理想を持った国は永遠に現れないであろうと思う。その点から見てもユダヤ人は日本人には及ばないが、一般西洋人よりは優れた民族であると日本人に認めていただければ、甚だ光栄である。ユダヤ人の協調主義的誤り。戦前の天皇制攻撃。これから本論として述べるごとく、我々は戦後の占領改革において大きな加護を犯したのであるが、ただ一つの喜びは、天皇制の偉大さを認識でき、それを憲法の冒頭で存続させることができたことである。だが、ここで日本人に謝らなければならないのは、戦前において我々の認識不足から、天皇制を最大限に攻撃し、なんとかこれを打倒しようと努力してきたのも、我々ユダヤ人であるということなのである。全く穴があれば、入りたい気持ちである。フランス革命でフランスの君主制を打倒したのが、我々の最初の大事業であった。続いて、ヨーロッパの主な君主制を打倒することが至上任務となるのである。なぜそうなるのかということは、マルクス主義の国家論をお考えいただければ十分と思う。マルクス主義というものは、別章で詳しく述べるごとく、ユダヤ人が自己の民族的解放事業のための道具として編み出した虚構論理なのである。マルクス主義の国家論はご存知のように、国家とは破壊、転覆すべきものであるということを根本原理としているものである。国家というものがあるために、ユダヤ人は過去幾千年、迫害、虐殺を繰り返されていたものである。事故をこのような悲惨な境遇から救うためには、国家というものを転覆することが唯一の方法であったのだ。つまり、それによりユダヤ人が権力と財産、後にこれは生産手段という社会科学的用語に変えられたが、を奪取することによってのみ解放されるということである。これがマルクス主義の根本原理なのであるが、この国家の破壊という大事業の前に最も邪魔になるのが君主制という制度であったのだ。そのため特に君主制の打倒ということが最大の目的となったわけである。今世紀に入ってからは、第一次大戦時にヨーロッパの主な三つの王冠、ドイツ、ロシア、オーストリア、ハンガリーにおける君主制の打倒に成功したのであった。さて、後に残された有力な君主制は、東洋の一角に燦然と輝く日本の天皇制だったのだ。ユダヤ人は、これの打倒に全勢力を注ぐことになったわけである。ただ、ここで、日本人は一つの疑問をお持ちになることと思う。ヨーロッパでは、各国でユダヤ人が王政のもとに苦しんでいったのであるから、これらを打倒するのはわかるが、では、なぜにユダヤ人のいない日本で天皇制を打倒しなければならないのか？という疑問であろう。ユダヤ人の単純な協調主義的思考なのか、君主制と名の付くものは全て敵であるとする単純な発想から来る過ちなのか。答えは否である。
このことは日本人は未だほとんどご存じないだろうが、ユダヤ人には天皇制を打倒する理由があったのである。それについては別章で述べる機会があると思うので、今は触れないでおこう。見延辰吉の天皇機関説はユダヤ人が吹き込んだ。さて、日本の天皇制打倒のための最大の攻勢はゲオルグ・エリネックによって始められたのである。彼はワイマール時代、ドイツの法学界を牛耳っていたユダヤ人である。法学者ゲオルグ・エリネック、ワイマール時代のドイツ法学界の第一人者。絶対主義的君主主義に反対し、国家の自己、拘束の理論を掲げ、人権の確立に努めた。熱心なユダヤ教徒でもあった。マルクスの時代は、国家の破壊は階級闘争という虚構論理によるものを主力としていた。しかし、今世紀に入ってからは、マルクス式に言えば、上部構造よりの破壊を考えついたのである。つまり、法理論により国家機能を弱体化させることである。特に君主制を骨抜きにする作戦である。このために利用されたのが見延辰吉である。イエリネックは見延辰吉に、巧妙に、天皇制破壊、弱体化の戦術を授けたのである。その前に、イエリネックの学説の真髄をご紹介しておこう。これは戦後の占領改革で行われた国家という言葉を社会という言葉に変えられたことについての日本人の疑問に答えを与えるものでもある。なぜ国家が社会に変えられたのか。イエリネックは長官連論的思考の所賛として国家の存在を否定しようと試みる。国家は感覚的に認識するを与えず、その制度や活動においてのみ認識できるものであるとする。そして国家の最終的客観的要素は作用となって現れる人間の間の一定の社会関係の相和であり、より正確に言えば、人と人の関係に現れる一定の作用の同時または次時の存在であり、これのみが国家の証明できる最終の事実であるとする。イエリネックの狙いとするところは、国家という観念を去勢し、それに代わって社会という観念を導入するにある。戦後日本では、しばしばこの国家という観念が社会という観念に変えられたということが議論されている。その辺の疑問に答えを与えるのが、このイエリネックである。イエリネックは、従って先輩の、オットー・フォン・ギールケ、の言う有機体説も否定しようとする。つまり、ギールケにあっては、国家は実際に存在するものであるから有機体を考えるべきであると主張するのであるが、イエリネックは有機体が人間の認識の以下に関わらず存在すると考えるのは実証的研究の地盤を去ることを意味し、真理に変えるに、血をもってするようなものと極論している。これは孫方なき観念論であり、マルクスの国家否定論と対照的である。しかし、同じユダヤ人であるマルクスとイエリネックの国家否定論は、気を一にするものであり、ユダヤ民族の大目的に奉仕する論理であることを認識する必要があろう。イエリネックの役割は上部構造より国家の解体へ向かうことであった。つまり、法理論を活用することである。この目的のために利用されたのが、見延辰吉である。例の天皇機関説がそれである。見延辰吉。憲法学者、法学博士。東大卒業後、ドイツ留学中にイエリネックに師事。天皇の大権を狭く解釈する独自の憲法学を打ち立て、1945年、ヌサハラ内閣の憲法改正の顧問を務めた。ところが、イエリネックの深遠な狙いは、その協力者、見延辰吉の無知により、かなり曖昧なものにされてしまった。それというのは、この天皇機関説の受け取り方がイエリネックの当初の思惑をかなりずれてしまったのである。見延は、イエリネックの、オルガンというドイツ語を単純に機関と訳してしまった。日本語の機関という言葉は、マルクス主義者の受け取り方を除いては、イエリネックの当初の狙いを十分反映できない言葉である。一般には、天皇即国家であったのを、天皇は国家の一機関に過ぎないというふうに天皇を格下げしたものであると考えられるようになった。これは、日本語の持つ機関という意味からすれば、むしろ当然かもしれない。
ドイツのユダヤ人の間ではドイツ語の。オルガンは、抑圧、搾取のための道具、手段を意味する。しかし、普通の日本語訳からすれば器官ということになろう。ただ、器官となると、オルガンのユダヤ的意味を完全に伝達しない嫌いがあるということである。もし、ミノベがもう少しユダヤ的思考に通じていたら、ノーベル賞。ユダヤ機関が設置運営している。でも、もらったかもしれない。イエリネックは、さぞ不満であったことだろう。彼の狙いは、あくまで天皇を抑圧、搾取するものと形容したかったのである。ユダヤ人の言う。オルガンは具体的に言うと、支配階級が非支配階級を抑圧、搾取する手段、道具という意味である。ミノベが機関と短絡思考でやってしまったおかげで、かなり意味合いの異なるものとなってしまった。天皇は国民を抑圧する手段であるとする宣伝は、かなりぼかされた。君民共治は、日本の天皇と国民の間にのみ存する理想的政治形態である。これがある限り、日本の共産主義化は困難と判断したユダヤ勢力は、天皇制を絶対役として宣伝し始めたのである。戦前はコミンテルンを通じて大々的に天皇制打倒のキャンペーンをした。コミンテルンの日本出張所として誕生した日本共産党に天皇制打倒を至上命令として実践させた。今日に至るも日本共産党が天皇制打倒、天皇制絶対役論を振り回しているのはそのためなのである。以上のように我々は戦前天皇制の打倒を思考目的としていたのであるが、戦後天皇制が類例のない偉大なものであることを初めて知るに及んで、天皇制の存続を図ったわけである。この時には天皇制廃止論者が周りに多く、大変苦労したものである。ここでの我々の努力を評価していただければ光栄である。戦後史の解説書などでしばしば言われている天皇制存続の理由、占領政策のため利用する目的で存続させたといったことがいかに認識不足かということをお分かりいただけると信ずる。日本共産党は未だに天皇制を絶対悪と信じている。国会の開会式に天皇が臨席されるときに共産党議員が欠席するのはその現れと言ってよいだろう。日本共産党は誤れるユダヤ思想のエピゴーネン。日本共産党はコミンテルンの日本出張所として誕生したものである。コミンテルンの目的の一つには日本の天皇制打倒があった。コミンテルンはスターリンの独裁が強化されるまでは国際的なユダヤ勢力により動かされていたものである。日本共産党はユダヤ勢力が残地防者として残したものであり、完全なるエピゴーネン、亜流、継承者である。このエピゴーネンは、すでにユダヤ人の意思とは全くかけ離れた思考により行動しており、我々としては全く邪魔な存在なのである。もともと共産主義というものは、ユダヤ人が作った虚構論理である。したがって、今日でも日本共産党が日本の社会で害毒を流していることに対して我々ユダヤ人は心を痛めている。さらに日本共産党の誕生に我々が責任あるというだけでなく、戦前日本の支配勢力により行動を抑止されていた日本共産党を戦後火の当たる場所へ出すのを助け、さらに赤だるまが火を吹くごとく大躍進させたのもニューディール派すなわちユダヤ勢力である。発行一遊の大思想。称賛された満州の近代化。戦前の日本には発行一遊という大精神があった。これは神道のこれまた類稀な偉大な思想に基づくものである。西洋の宗教のごとき、排他性を持たない結出した思想であると言えよう。この点を証拠づけるものは西洋列強の東洋侵略と日本の満州国建設のコントラストであろう。西洋列強の東洋諸国支配は搾取、収奪、奴隷化に他ならなかった。英国がインド支配のため最初に打った手は、既存の教育関係を絶滅し、諸民族を相争わせ、言語の複雑化を図ることであった。オランダのインドネシア支配も同様であった。そこには何ら建設的なものはなく、ただ自己のための搾取があるのみであった。しかるに、日本の満州国建設大事業はこれとは対照的であった。豪族教は謳い、諸民族平等の関係を育て、その投資は建設的なものであった。当時欧米でも指揮者は、人口、
3000万の満州国は10年後には人口1億を有する大近代工業国家として極東の一角にその雄姿を表すであろうと、称賛と期待を持って見守っていたものであった。他のアジア諸国で、欧米列強によって近代的工業国家に育て上げられた国が一国でもあっただろうか。満州の近代化の成果は、現代に至るも中国の工業の心臓部である点を見てもわかることである。これを可能にしたのは、八紘一湯の大思想の師から占むものである。素晴らしかった戦前の家族制度。さて次に、我々ユダヤ人の理想のお手本となるべきものに日本が戦前誇った家族制度があった。面白い話を一つ紹介しよう。かつて国際連盟の労働部長であったユダヤ人アルベール・トーマが日本の労働事情調査のため来日した。国際連盟といっても教科書的歴史観しか教えられていない日本人にはその本質を知る人は少ないようだが、これはユダヤの世界政府とも言うべきものである。第一次大戦の結果、金融支配力に自信をつけたユダヤ人は政治面へも進出を図り、その結果作られたものが国際連盟なのである。この連盟の指導者は、日本人の杉村陽太郎氏を除いて他は皆ユダヤ人だったのである。ILO 初代事務局長、アルベール・トーマ、ユダヤ人。このほか、国際労働局というのがやはりジュネーブにあったが、これは国際連盟の一局のごとく考えられる節があるが、まさにあらず、全然独立した機関で実際の規模は国際連盟よりはるかに大きいものであった。私もここで極東問題を担当していたのであるが、これももちろんユダヤ人の機関であった。なぜユダヤ人が労働問題に核も力を入れるのかということは、マルクス主義の階級闘争史観をご存知の方はお分かりいただけると思うが、かつてユダヤ人は非ユダヤ人の協力者を集めるためマルクス主義の階級闘争史観を宣伝したのであり、その結果、エピゴーネン、亜流継承者としての各国共産党を生んだのである。一方、ユダヤ人自身としてもユダヤ民族の解放を非ユダヤ人の協力者にのみ任せておくわけにはいかないのはもちろんである。当然、ユダヤ人自身でも自己の解放運動を進めていた。国際連盟はその機関の一つとご理解願いたい。したがって、国際労働局の方がむしろ規模が大きいという点も納得されることと思う。話がちょっと飛んだが、面白い話というのは、アルベール・トーマが来日し、日本へ階級闘争の激化工作をしようとしたとき、その前に立ちはだかったのが、日本の強固な家族制度だったのだ。アルベール・トーマは、日本では家族制度が強固なため階級闘争、つまり労働運動の激化を仕掛けることは非常に困難である。なぜならば、労働者は失業しても労働運動などする必要はない。家族が温かく迎え入れてくれるからである。この家族制度を何とかしない限り、日本へ階級闘争を持ち込むことは難しいと言っているのである。アインシュタインもまた来日したとき、日光の金谷ホテルからドイツのユダヤ機関へ手紙を書いているが、その中に日本の家族制度の立派さを書いているのである。アインシュタイン、ユダヤ人、1922年に来日。かくのごとく、日本の家族制度は、これまた、類まれな存在であったのだ。戦前の日本の家族制度にはとても及ばないが、現在世界中で一番この家族制度というものを強固に有しているのは我々ユダヤ人社会であろうと思う。この点、我々は常にそれを誇りとしている。ここでまた日本人にお詫びしなければならないのであるが、この日本の素晴らしい家族制度を破壊したのは我々ユダヤ人なのである。具体的には、占領改革の時、ニューディール派が行ったものである。前日のアルベール・トーマの件でもお分かりと思うが、ユダヤ人がマルクス主義的変革を実行するためには、家族制度は国内の君主制と言われるごとく、邪魔な存在だったのだ。家族制度が小さな君主制としてユダヤ民族のマルクス主義的変革事業の邪魔になるということは、何も、今日、昨日の問題ではなかったのである。中略。さて、現在のユダヤ人社会では、
戦前の日本にあったような素晴らしいものではないにせよ、家族制度というものは誇示されている。おそらく世界一のものではなかろうか。親と子は多くの場合同居している。これは決して住宅難のせいではないのである。子は年老いた親の面倒をよく見るのである。特に親孝行という言葉は持っていないが、将来できるかもしれない。また、親類付き合いも密である。安息日には、大抵、どこかの親類と家庭で交わるのを普通とする。我々は戦前の日本の家族制度を見習いたいのである。ユダヤ人は、福祉ということはあまり考えない。これは家族制度のアンチテーゼだからである。福祉とはただ食わせるだけと言えるかもしれない。老人ホームに例をとると、そこでの老人に保障されているのは餓死しないということだけである。生きがいというものは何も保障されていない。しかるに家族制度の枠内の老人は、子の成長、孫の成長を楽しむという生きがいを持つことができる。どちらがいいかは議論の外であろう。日本では戦後、ニューディール派の改革で貫通罪というものが外されてしまった。これも家庭の不和を増長させる重大な要素であると考えられ、家族制度の破壊を狙ったのものであると私は考える。ユダヤ人の社会では、現在でも貫通ということはまずあり得ないのである。実会において現に禁ぜられているからである。外国の例を見ると、やはりロシア革命後の婦人国有化政策を挙げねばなるまい。レーニンは、家庭は利己主義の砦であると言って、婦人を全部社会へ出してしまった。現在のソ連で依然として女性が男性と同じ肉体労働までしているのは、その名残なのである。別章で説明するが、日本人の皆様には驚きかもしれないが、レーニンはユダヤ人なのである。女性の社会への進出というと何か進んだ制度のごとく感じるかもしれないが、家族制度という観点から見た場合、これもやはり崩壊へ導く要因であるようである。この辺のところは日本国憲法の内容と密接な関係があるので、そちらでまた述べることにする。義理人情は世界に類なき美徳。次に我々ユダヤ人がぜひ学びたいと思うことに、日本の戦前にあった義理人情という美徳がある。武士の国日本では、他民族では絶対に持ち得ない繊細な心の機微というものがあった。本能的な西洋人には想像もつかない深遠な人間性の発露である。私はこの義理人情が究極点として天皇制に到達するものと考えている。私の大好きなものの一つに大相撲があるが、時々こんちは相撲ということを聞かされる。これを八百長相撲と表現する人もある。しかし私はこの表現は正しくないと思う。貸し借り相撲とも言われる。この言葉はどちらとも取れる言葉だが、八百長よりはマシだと思う。つまるところ、日本の大相撲の、それは根本において義理人情から発しているものだという点を理解するまでに、私は相当の月日を要したのである。武士道的義理人情から発したものであったため、戦前ではこのこんちは相撲のことは各界以外には決して知られていなかったものである。つまり、マスコミの傍受となる材料ではなかったわけである。義理人情から出た結果なら、戦前の日本人なら決してそれを追求せず、そっとしておいてやる、画料を持っていたと思われる。しかるに戦後、特に義理人情がほとんど失われた今日では、単純に汚い八百長と同次元に考えられることの方が多いようである。ユダヤ人の社会には、日本ほどの義理人情というものは存在しない。しかし、同胞、愛助け合うという精神では、日本の義理人情には及ばないものの、ある程度のものは持っている。少なくとも、欧米人よりは優れたものを持っていると思う。ユダヤ人はよく官僚の民族だと言われる。これはビジネスにおいてもそうである。普段がめついと思われているユダヤ人でも、ちょっとした官僚により、時には利害を忘却したのではないかと思われるようなことがある。決して恩に着せるわけではないが、この点に関する格好の例として我々ユダヤ人が自慢できるものがある。それは日露戦争の時、勲労武将会のヤコブシフが高橋コレキオと会って外祭を引き受けたことである。左、アメリカユダヤ人の中心的存在だったユダヤ人金融業者ヤコブシフ。日露戦争の時、
日本を資金援助した。右、軍労部紹介。日本の勝利を予想した者が誰一人いなかった。日露戦争で日本へ戦費の調達を考慮する者があろうはずもなかった。英国など日英同盟の関係から知らん顔はしにくいと思われるが、例によって全く打算的な態度であった。ヤコブシェフは高橋コレキオと会っているうちに言うに言われぬ感動に陥ったのである。もちろんシェフにはユダヤ人を迫害しているツァーを倒したいという考えも強く作用していたことは事実である。しかしそれにしても、失敗と予想されていた日本へ計算高いと言われるユダヤ人がなぜに金を貸すのか。常識ではありえないことである。そこには日本の義理人情に匹敵するユダヤ人の涙があったことをぜひご理解いただきたいと思うのである。現在でも日本人とユダヤ人との商取引においてこのような感動の商法が行われている実例はしばしば見受ける。ユダヤ人はこの感動をさらに高めて日本の戦前の義理人情にまで高めたいと思っている。よろしくご指導願えれば後人の極みである。次にユダヤ人が素晴らしいと思うものに戦前の武士道精神がある。ラビの時計イヤー君も日本人は死んだの中で軍国主義のすべてが悪いとは思わないという意味のことを書いているが、戦前の軍人精神というものは人間性の発露として思考のものであったと思う。個人の利害を忘却して全体のために奉仕するということに対するあれほどの完全さは他民族には決して見られないものである。特攻隊員がその最たるものであることは言うまでもない。また日露戦争以来日本の陸海軍は至るところで武士道精神を発揮してきたことは世界中から尊敬されている。男は度胸、女は愛嬌は男女の天文を表すもの。その他では戦前の日本人には男は度胸、女は愛嬌という言葉があった。これは皆様も応文に翻訳するとき困った経験をお持ちであろうと思う。この度胸愛嬌に相当する欧米語が見当たらないからである。しかしこれは当然のことである。なぜならこの両者は欧米人の男女とも持ち合わせていないのであるから。これは全く素晴らしいものであると思う。男女の天文の顕著な発露であり、人間を最も個性的に飾るものとして例のないパーソナリティである。男の度胸という点で戦争中アメリカ兵は白兵戦になると赤ん坊のように声を上げて泣き出すのだと聞かされた15の日本人はキョトンとして信じられないといった表情だったのだ。まさかいくらなんでも兵隊たるもの戦地で泣き出すなんて大げさな話だろうと考えたのである。これは当時の日本人なら無理からぬ話である。しかるにである。これは全くの事実なのである。つまりアメリカ兵には男の度胸というものが備わっていない。女の愛嬌の問題にしても戦前外遊した人々は欧米の女性に愛嬌がないという点を指摘していたものである。これは無論今日でも変わらない。戦後の若い世代の日本人にはもはやこんなことを感ずる余地はないようである。この両者を戦後完全に失ってしまったからである。これら多くの戦前の日本人が持っていた世界に類まれな美点、長所は我々ユダヤ人の理想を具現化したものであったのだ。しかるに第二次大戦の終結を機としてこれらが完全に失われてしまったのである。誠に残念というほかない。今回私がどうしても本校の筆を取ろうと決意したのはこれら類まれな人類の財産とも言うべき長所を喪失せしめた責任が実は我々ユダヤ人にあるということを率直に認め深くお詫びすると同時に我々の犯した過ちがいかなる思考動機から弱気されたものかという点を詳しくご説明させていただいて一日も早くこれら美点を復活させていただきたいと思ったからである。何度も繰り返すごとくこれらは我々ユダヤ人の理想でもある。これらを積極的に自己の理想と言えるのは日本人の他にはユダヤ人しかありえないとはっきり言えると思う。どうか尊敬する日本の皆様、これから私が解き明かすことをじっくりと検討され、戦後の病巣、社会的混乱、経済と精神衛生面の破構成の原因をよくお考えいただきたいのである。
西欧追随は文化の退化をもたらす。ただここでちょっとと申し述べておかなければならないのは、これら戦前の日本にあった類稀な美点が戦後 100% 失われたということではないということである。それはどういうことかというと、日本の社会の内部では、つまり日本人の間ではこれら美点が失われているのを認めなければならないが、日本人が外人に対するときはまた別の話だということである。つまり、国際的には日本人の美点は存分に活かされているということである。比較文化論的に考察するに、日本人は西洋人一般よりも理性的にはるかに優れていると言えよう。今まで述べた戦前の美点も詰まるところ、日本人が理性的に西洋人をはるかに凌駕しているということに他ならない。この点で西洋人が日本人に追いつくには数世紀、いや数十世紀、あるいは永遠に追いつくことができないのかもしれない。こういう相手と付き合う場合、いやおうなしにこの地球上で生存するためには付き合わなければならないが、このことがどういう結果になるかということである。日本人は国際性という場合、100% 西洋のペースに日本人が適応することというふうに考えているようであるが、これは人類の文化の大破を招くことであり、断じてそうあってはならない。これは全く逆立ちしている。西洋人こそ日本人に適応させなければならない。なぜなら日本人の理性の方がはるかに西洋人のそれより進んでいるのであるから。ところが、西洋人は未だそんなことなど全く理解していない。はばかりながら、我々ユダヤ人はその辺をおぼろげながら理解できると自負している。この点でも、ユダヤ人が一般西洋人より進歩した民族であると認めていただければ無上の光栄なのである。この点が逆になったため、大東亜戦争は起こったのである。日本は何とか戦争を避けようと、全くの善意から必要以上の譲歩をした。ところが相手は、その譲歩を全く単純に弱さの表れとしか取ることができなかった。この理性的なものの差は、数世紀やそこらで埋まるものではないと私は考える。残念ながら、現在の人類の理性の水準では、西洋人側の単純極まりない思考法が表通りを大手を振って歩いているのである。これでは人類の進歩はありえない。中略。ユダヤ人は日本人を理解できる唯一の外国人。我々ユダヤ人はこの逆説をひっくり返すために最大限の努力をする覚悟である。例えば、東西の架け橋になるとか、その他、個人的交際においても日本人は対外人となると古来の伝統的美徳を完全に発揮している。しかし、それに対して一般外人はこれを全く理解する能力がないと言わねばならない。このため、日本人はどれだけ損をしていることか。私はこのようなことがいつまでも続くことを耐え忍ぶことはできない。手前勝手なようだが、ユダヤ人はこの日本人の特性をある程度理解でき、従ってそれなりのお返しを日本人にできる唯一の外人であると自負している。私は結論として、当分の間日本人は外人に対して美徳を与えることは差し控えて、外人以上の低次元の感情的、非理性的、本能的な態度でもって外人に接するべきではないかと考える。そのような美徳は何もわからない外人にただで与えるより、日本人のコミュニティの中で一日も早く復活させるべきではなかろうか。私はそう考えるのだが、しかし現実には日本人はなかなかそういうふうに割り切れないということも十分知っている。割り切れないということが、またしても日本人の理性的高尚さの証左であろう。どこをどうつついても、西洋人は日本人には頭が上がらないのである。麻雀の月を理解できるのはユダヤ人だけ。外人は、麻雀は、わからんだろうと日本人は思われるかもしれないが、どうして、さにあらずである。我々ユダヤ人は麻雀が大好きなのである。在米ユダ人で麻雀のことを知らない者はないと言っていいだろう。また、アメリカにジャンキョーが意外に多いのを発見して驚かれる日本人が多いが、
彼らはまずユダヤ人だと思って間違いはない。もともとは上海のユダヤ人グループがアメリカへ広めたのがことの起こりである。私も上海時代に覚えたのであるが、日本で今一般的に行われているルールの中でユダヤ人が作った訳が二つあるのをご存知だろうか。チートイツとルーイソーがそれである。三枚一組を原則とする麻雀の本質からすれば、二枚一組のチートイツは中国古来の訳でないことはすぐわかるであろう。また、ヤクマンのルーイソーもヤクマンとしての本来的意義はない。第三元にしろ、小数詞にしろ、それぞれ三元、パイ全部とか風神全部といったバイタルな意義がある。ユダヤ人が作ったルーイソーにはそのような意義はない。いわば風流訳とでも言ったらいいだろうか。いずれにせよ、これらが日本ですんなり受け入れられて人気訳になっているのは、はなはら嬉しいことである。西洋人が麻雀を理解できないのは月というものを理解できないことに尽きる。だが、ユダヤ人は月を理解できるのである。月にこそ麻雀の面白さは集約されているのである。理屈で麻雀を考えるほど、ユダヤ人は野暮ではないのである。また、よく言われる引きが強いというのもわかるのである。技術的に優れたもの、つまり強いものほど、引きも強いようである。これを理屈で説明しろと言っている間は、西洋人は決して日本人というものを理解できないであろう。これは決して論理の飛躍ではない。その証拠には、日本の戦前の良さを理解できるユダヤ人は麻雀の面白さも十分わかるではないか。